しい。空の上では月神様と星猫たちが穏やかに暮らしていました。ある時、人一倍輝く星巫女がいることに気づいた月神様。あの子の光がどうしてあんなに優しいのか、私は知るべきではなかった。どうして私をあんなに温かい光で包んでくれるのか、私は気づくべきではなかった。君の光の意味を知ってしまったら、すべてを捨てて触れたくなってしまう。罪を犯し朽ち果てたとしても、私と共に歩んでくれるだろうか。So